海水浴場で有名な大磯の砂浜が練習場です。神奈川県星槎国際高校湘南、キャプテンの宮澤ひなたさんは19歳以下の日本代表に選ばれたなでしこ次世代のエースです。さらに今年はもう2人世代別日本代表選手がいます。まさにエリート揃い。そんなチームの中でただ一人高校からサッカーを始めた選手がいます。3年生の濱田穂積さん。中学まで陸上の短距離選手でした。中3の時に高校サッカーのテレビを見てサッカーやりたいなと思って始めました。誰よりも頑張り屋の濱田さん、途中出場の切り札として期待されています。ところが左足蹴れないから縦行けないんでしょ、ね、練習しなよ。監督は見抜いていました。濱田さんは今もまだ左足に自信がないことを悩んでいた。その時宮澤さんが左足の使い方を丁寧に教えてくれました。最後の冬は誰よりも頑張る同級生と一緒に戦いたい、そう願っていたから。迎えた運命の日。フォワードのフォーム、はい、ひなた、はい、ポジティブ、はい、初めて全国大会のメンバーに選ばれたんで、いいプレーしていい結果を残して最後笑顔で終わりたいです。